火事祈祷とは、密教において重視されるフッツの呪力を願う一種の儀式。カジとは、アドヒシタナのわけで、主因、神言種、感想などの方法で家号を主上に与えること、祈祷とは呪文を唱えて神仏に祈ることを意味する。したがって、本来は祈祷は、カジを得るための手段の一つに過ぎないが、混同されて用いられることが多い。神言密教においては、 手に印ちぎりを結び、孔を用いて、ゴマを焚き、信言を駆使して、二つの加護を求める。祈祷を行う儀式である手法には大きく分けて、即歳、増益、敬愛、長福の四つの体系があり、これにより、除災償福などの原生利益を期待した。日本では、こうした火事儀頭は、仏教伝来以後日本古来の手法と結びつきながら、しばしば行われ、 聖徳太子が父陽明天皇のために法隆寺を建立したこと、天武天皇が皇后の王女のために薬師寺の建立を行ったことも火事儀頭の一環であったとされる。また、神護国家の思想とも結びついて、金光明行や仁王行の度胸が盛んに行われた。だが、火事儀頭が広く行われるようになったのは、 密教伝来以後の平安時代以後のことである。密教においては家事は、二つの大非大地が主上に加わり、主上がこれを受け取ることと返し、行者が主因を結び、口から信言を発し、心に本尊を感じれば、行者の産業を正常にして、促進成仏が可能になるという三密家事説が唱えられ、また貢献を得るために、特定のだらに、 知るしちぎりを修して念じる時報を人と,と捉え、積極的に行った。さらに、音明道の発達によってその要素を取り込みながら、日本独自の家事儀等が成立することになる。平安時代中期には、皇室から庶民に至るまで、国家の大事から日常の差事まですべて家事儀等によって解決しようとする風潮が高まった。 天皇個人のための祈祷を行うご地蔵が、延暦寺、温城寺、当寺などの密教の大寺院の構想から選任された、ほか、国家、宮中行事として、宮中で正月に開催される後なのか、ご手法を、はじめ、ご祭へ、二王会、ゆ馬会のなんと三大会、幸福寺北家会、発祥寺大城会、延寿寺最小会の北京三大会などが開かれ、この他にも、天才、 薬病、出産など様々な名目で各種の祈祷が行われた。本来は、元首が手法を行う寺院に赴くのが正しいが、実際には、僧侶が元首の邸宅などに赴いて、手法を行ったり、元首の代理としてその衣服を使わしたりすることもあった。なお、恩明師の受法も、仏像の家事祈祷と目的が重複することが多く、恩明師が占いで新規を見た場合には、 仏僧は手法を辞退して、恩明氏に任せる場合もあった。万十二年、藤原の道長の娘、藤原騎士が重体になった際に、恩明氏が道長に神気が見えると告げ、僧侶も手法を辞退したにもかかわらず、道長は藤原健康の恩苗を恐れて強引に手法を行わせ、その結果騎士が死亡したと、藤原さねすけはこれを非難している。これは当時、 病気を引き起こす、たたりの起因によって僧侶に依頼するか御用紙に依頼するかが異なるという観念に基づくものであった。鎌倉仏教においても、総統宗や日蓮宗などで民衆の取り込みのために、カジギトと救済活動を組み合わせた活動が行われた。また、御明道ともどもカジギトと医療知識が組み合わさって民間医療的な活動が行われる場合もあった。一方、 浄土真宗や日蓮召宗では、念仏や題目を重視するので言っていない。ありがとうございます。